見ていろ、アスカ。俺はあの男をつけ回す。お前のためにな。俺の命はお前の幸福のためにある。誰だ？貴様、確か賞金首の手配書に。そうだ、俺はバット。なぜ剣の後をつけてくる？知れたことよ。奴の首をもらう、この拳でな。惜しいな。その拳ならば剣を倒さずともエリアの一つぐらいはどうにでもなるだろうに。ついてこい、エリアを取らせてやる。おい、何がエリアを取らせてやるだ。いきなりこんな場所に放り込みやがって。侵入した場所が悪かったな。しかも仲間とも分断されちまったし。ま、こうなったら仕方ねえ。縦に分かれて軍司令のとこで合流だ。おいおい、これじゃ天帝軍の賞金稼ぎが賞金首になっちまうじゃねえか。てめえ分かったな。おい、相手はあっち。戦うか死ぬか、どうするよ。バットとか行くか。この肩きちっとつけるからな。はい、その頃を永久に止めてやろう。その頃を永久に止めてやろう。仕掛けはないか。バット、門を開ける制御盤を見つけたが、敵が多くて手が出せない。援護してくれ。でもこっからじゃ攻撃が届かねえだろ。あそこにガスタンクがあるが。それだ、そこにあるものを投げ込めば。急に止めてやる。
来てねえぞ。なんかあったんじゃねえか。あの仕掛けを壊せば門は開くはず。行こう、仲間が心配だ。仲間がこの壁の向こうに閉じ込められている。アイ、あんたの拳で何とかしてくれ。てめえもなかなか熱いじゃない。下がってな。たく、こいつは足だ。バット、その鼓動を永久に止めてやろう。仲間に加勢しろ。敵を倒す。完全にエリアを制圧するんだ。おお、バット、助けに来てくれたのか。ありがとう。バットよ、ナゼル、なぜ戦う。エリアを奪ったら次はシティの大軍が押し寄せる。その次は中央の軍だ。いくら倒してもキリがないんだよ。くらえ！この時は中央の軍を潰せばいいんだ。もうすでに反逆の呪しは上げられた、はい、俺たちには剣がいる。その鼓動を永久に突き進むだけだ。どうだ、見事に取れたろ。わからねえ、なんでこんなことやるんだよ。ったく、あんたこそなんで賞金稼ぎなんぞやってるんだ。俺には大事な娘がいるんだ、そのためだ。だけど賞金稼ぎの娘は賞金稼ぎの娘でしかない。俺はそんなの嫌だね。こんな時代だ、生きてたって死んだってどっちみち同じだ。だったら自分の好きなやつのために世の中を変えてやる。バット、どこにいるの。リン。次はシティだ。よかろう、お前のために歴史を作ってやろう。アスカよ、お前が父を語るとき胸を張って誇れる歴史をな。アスカを頼む。一体どこへ。永久反逆者収容所。かつて俺は中央反逆罪に問われた二人の賞金首を収容所に送り込んだ。そいつらをシャバに出せばとんでもない爆弾になる。おい、それじゃあ収容所破りを。